こんにちは、ペンタグラムです。今から、ウェルカムデータの分析第2回ということで、今回から本格的にデータの分析っていう単元について入っていきたいなと思います。で、今日は、度数分布表1みたいな感じで、度数分布表のちょっと前段階というか、ちょっと前段階の部分をやっていきたいなと思います。で、なんか教科書とかいろいろいっぱいあるんですけど、なんかいきなり度数分布表バンって出されて、うわこれなんなんやろわからんわって言う人もちょっといるかもしれないっていうことで、その前に2ステップぐらい踏んで3回、ちょっと1回2回で3回目度数分布表っていうふうにちょっとゆっくり入っていきたいなと思います。ということで、まず、じゃあこっちに移ります。で、データまずここに微算データっていうものを1つ用意しました。で、ここにあるデータをなんかうまく整理してまとめたいなっていうことで、その時に使う用語が2つあります。で、まず1つ目、ここに度数って書いているものがあるんですけど、度数っていうのは何のことなんやろうかっていうことで、度数とはあるデータの個数っていうことになります。例えば、9のデータの個数っていうと、このデータの中で9っていう数字は何本あるんやろっていうことなんですけど、9っていうのは、どんどんバーって見ていくと、あった1個、2個、3個あとはないなっていうことで、9の度数はこのデータの中には3ありますっていうことです。このように、全体のデータ見て何個あるんやろかって、何本数字があるんかっていうのを、見ていってもらうのが度数っていう用語になります。で、その下、相対度数っていうものなんですけど、相対度数っていうのはまた何のことかっていうと、その値のデータの個数が全体のうちどれだけの割合を占めているかっていうことを表しています。で、この説明の初め、その値のデータの個数っていうのは、言い換えれば度数のことです。で、同じようにさっき度数の時の例えと一緒のように、9やったら相対度数はどうなっとるんやろうかっていうことなんですけど、まずこれを出すために全体のうちどれだけの割合っていうことで、まず全体が何個あるのか、この全体のデータ数っていうのは1,2,3,4,5,6,8 って、これ一応16個あるんですよ。で、16個のうち9はの度数は何個かっていうと、さっきの例でもあるように3っていうふうになります。で、この全体16個のデータの数から9の度数3を使って相対度数を出すんですけど、データの全ての数16分の9のデータの数3っていうことになるので、ここ例示に書いてあるように9の相対度数っていうのは16分の3というふうになります。で、ちょっとこちらの表に移って、先ほどのこの微算データっていうものをまとめてみました。ちょっと度数分布表見たことある人はちょっと似とるかもしれんなって思うかもしれないんですけど、それはちょっと単純な感じで、まず、値が0の時は度数が1で、相対度数は16になります。で、値が1の時は度数が0で、相対度数は度数が0なので0となります。で、そういうふうにどんどん値が2の時は度数が3で、相対度数が16分の3というふうになります。で、この時分母の数っていうのは全体のデータ数なんで、もうずっと変わらないんで、ちょっとそこはポイントかなと思います。で、どんどんこういうふうに計算していったら、出ていきます。で、あとは気になるし、ちょっと自分でもやってみたいなって思ったら、もう一回みんなで後から復習の形でやっていっていただけたらいいなと思います。では次、ちょっともう一個こっちに移ります。で、こっちに移ると、また新しくちょっと今度は多めのデータを、用意しています。で、
このデータっていうのはさっきの風に値で分けてたらすんごいめんどくさい。まあちょっと見た感じわかると思うんですけど、一番ちっちゃい数が1なのに一番でっかいのが30って、値ごとに分けてたらさっきの表でさえ黒板の上から下までやってたのにもう どんぐらいの長さいるんやろっていう風になります。だからもっとなんかまとめたい、簡潔にしたいっていうか、そういう効率、まとめたいっていうことで、要はそういう時はどうすればいいのかっていうことで、その値もある程度まとめてから考えてみる、まとめてみるっていうのをしていきたいなと思います。で、そのためにまあ一つの値をある程度まとめたものっていうのを階級って言います。まあここにも説明しているんです。設定した一つの区間のこと、まあ設定し自分が設定したあの値、まとまった値のことです。でさらに下行って階級値っていうのがあるんですけど、まあ階級値っていうのは階級の端の値同士、値同士を足して2で割った数のことを言います。で、さらに下に行って階級の幅っていうので、階級の幅っていうのは、端の値同士の差のことです。で、ちょっとこんだけの説明やったらよくわかんないと思うんで、さらにこっちにそれをまとめて設定、階級を設定して選ん表にまとめたものをここに書いてあります。で、まず、階級を、まあ、いっぱい元のデータがたくさんあるので、こう階級っていうのをまず1から1234567456っていうふうに3つずつでちょっとまとめてやってみました。で、それまあこの1から3、4から6っていうのが階級っていうふうになります。なのでまあまとめたあるまとめられた度数というふうなイメージで持っていただければいいかなと思います。で、次に階級値っていうんですけど、階級値っていうのは端の値と端の値を足して2で割った数なので、ここの1から3の 階級の階級値っていうのは1足す3で4で、それを2で割るので2っていうふうになります。で、同じように4から6の階級では4足す6、10で 2で割るので10割る2で5っていうふうになっていきます。で、最後階級の幅っていうんですけど、この端と端をの差なので、1から3の階級値の場合は3-1で2っていうふうになります。で、4から6の場合も6-4で2っていうふうになります。まあこれ全部階級の幅に関しては全て2となっているはずです。で、ここ表、まあ、またもし自分で確かめたいなっていう人はまた自分で確かめてやっていただけたらいいなと思います。で、ここでちょっと一つポイントなんですけど、これはさっきから離散データの階級なんですよ。で、さっきからずっと離散データって書いて、なんで離散、まあちょっと気になった人もおるかもしれないんですけど、前回イントロダクションで言ったように、離散データっていうのは飛び飛びの値なんですよ。なので連続しないっていうので、こういう風に書けるんですけど、もしこれがもう一方の方、覚えてますかね、連続データっていう飛び飛びじゃない数だった場合、値だった場合はどうなるかっていうと、これ例えば3.5 とかっていう数字が出た場合どうなるかっていうと、なんか当てはまる階級ができてないじゃないかっていう風になるんですよ。なのでそういう場合は書き方として、すいません、ちょっと小さかったんですけど、以上と未満をつけるっていうことです。なのでまあこれ離散データの時は階級を1から3に設定していたんですけど、
もし連続データだった場合は1以上4未満として設定をし直します。でこの時の階級値はどうなるかというんですけど、まあ、4未満ですけど4と思ってください。で1たす4で割る2をしてください。でそしてまあこの場合の階級値は 2.5 っていう風になります。っていう風にちょっとで同じデータなんですけど、あの離散データと連続データでちょっと感覚が違うので、そういうのも意識してあの表を見ていくことがすごい大事です。で今日第2回目ではちょっとまあ度数分布表に入る一歩手前と二歩手前ということをやりました。で次回はまあついにこういう用語とか説明したのをあの活用して度数分布表の理解深めていきたいなって思います。で今回はこれで終わります。ありがとうございました。